温賀川式同期は、西日本に分布する弥生時代前期の土器の総称。九州から西日本に広く分布し、それが、初期の水田稲作の西から東への電波の指標と、され、西日本の弥生前期土器の総称として使われるようになった。1931年福岡県温賀川下流の川床で、多量の弥生土器が採集された。 1937年九州から近畿地方まで広く分布する共通した特徴を持つ河原家に小林幸夫が恩賀川式と名付けた。壺、亀、パチ、高月の機種があり、壺にはこの葉文や右上文、平行線文などの文様が施されることがある。分布は太平洋側では伊勢湾沿岸まで日本海側では 若狭湾沿外までの西日本全域に及ぶとされたが、その後南西諸島や本州北端の青森県まで及んでいることが分かった。伊藤信夫は1970年代に炭化米、モみコんド機関連の遺跡を東北地方で23カ所掲げて、日本海沿いの稲作電波の可能性を指摘している。1980年代に入って、 青森県三湖郡南郷村の松石橋遺跡で関係壺が見つかり、音賀川式土器であることが分かり、これかは遺跡から出土した土器片が音賀川式であることが確認された。それ以来東北地方各地で音賀川式土器的なものが見つかっている。これらは音賀川系土器と呼ばれ、東北地方各地の音賀川系土器の詳しい観察結果や図、写真が公開されている。 これらの遺跡からは、石膨張、太し型ハマグリバ石符、血乳柱状型破石符、扁平型破石符などの大陸系魔性石器類が出土しており、水田稲作の定着が伺われる。このように精一性の強い瓦家が広範囲にわたって分布するのは、ごく短期間のうちに水田稲作を基盤とする弥生文化がこの地域に広がったことを意味している。佐原誠、 道の区の女川、金関博春成修司編集、佐原誠の仕事一道具の考古学、岩波書店2005年343から367ページ。ありがとうございます。